今回は株プロのリアサスを、交換してみるよ。使うのはクロス株のリアサス。全長約40センチ。上下軸の間は約37センチ。そしてこちらは株プロのリアサス。株の中では長めだよ。全長は約38センチ。上下軸の間は、約35センチ。ちょうど都合よく株プロの下側のカラーが外れてしまったんですけど、サイズが外径16の内径が約10ミリ。クロス株も内径は10ミリですね。上下どっちも内径は10ミリなので、取り付けは可能だと思います。下の方は株プロがちょっとガバガバなんで、こんな感じですね。これはちょっとあんま良くないですね。上側を揃えた状態で測ってみると、だいたい中心部の差は 1.5 センチぐらいかな。単純にクロス株と株プロを見比べて違いがあるのが、このシリンダーの部分がですね、逆になってますね。こっちが上側なんですけど、株プロはこの中心のシャフトが上の方になってるんですけど、クロス株は下になってますね。立てた時にタンクが下側になるのが株プロ、タンクが上になるのがクロス株ですね。あんまりまじまじ見たことなかったんですけど、株プロの方がなんか変わった形状に思えますね。別にそんなことはなく普通でした。スプリングの巻き数はまあ適当に数えてですね、今画面で見えるようにこっからここまで、こっちも今見える範囲でこう数えていくと、どっちも巻き数はほぼ同じ19から20巻きですね。スプリングの巻き数は変わらないんですけど、まあ全体の伸びとしてはクロス株の方が長いと。あとよーく見るとこのスプリング自体の太さもクロス株の方がちょっと太いかな。車両としての違いは荷物を乗せる専用で2人乗りができないんですよね。タンデムステップがないので2人乗りが一応できないタイプですけど、クロス株は2人乗りもできると。ちなみに07のスタンダードのリアサスはこんな感じですね。こうやって見るとなんか子供みたいなサイズですね。画面だとずれてるように見えますけど、ここ一応まっすぐなってます。そうやって見てもかなりちっちゃく見えますね。およそ全長が36センチ、このカラーの中心部で言えば33センチぐらい。カラーの内径も、まあ、同じですね。つけようと思えば、全部つけれますね。実際の取り付け前に、高さを測っているけど、間違えたやり方なのを気づいてないよ。ノーマルサスの状態、14インチというのもあって、足つきは良好。シートを交換しているので、ちょっとだけ純正より高め。でもベタ足です。それでは交換します。07は交換が容易です。これは今上の方には刺してるんですけど、下の方はこれぐらいの差があるので両方いっぺんに交換しないと取り付けが無理ですね。反対側も外します。センス差もあるので楽ですね。長さが同じなら片側ずつ交換が可能です。両方外すとスイングアームが下がります。このリアサスは古いので、カラーがポロポロ取れてしまいます。ゴムブッシュもダメそう。ポンプでタイヤを上げます。ここら辺の高さが、おそらく、この軸と合う高さなんですね。今、ポンプで上げてるんですけど、これちょっと長くすると、つかないんじゃない？今、空気抜けますね。あんまり、下げるというか伸ばすとこのマフラーに干渉しちゃいますね。キャップナットが干渉しそう。せっかくなので一応ここ緩めてつくかどうかぐらいはやってみます。そのままの状態ではリアサスの取り付けは不可。予想通り融通きかねえなー。クロス株のリアサスを取り付け、マフラーは結構ずらしてます。取り付け自体は穴径も合っているのですんなりで、ポンプで高さの微調整をし、高さを揃えて合わせます。
これでサスペンションはついたんですけど、マフラーが戻るんかな。マフラーが元に戻らんと話にならない。これでここのピボットシャフトが戻ったんですけど、どうだ、つくかな。ちなみにこれ液パイの方も緩めてますんで、ちょっと思ったより面倒くさくなっていますね。よいしょ。はい、でこちらがですね、あのトルクレンチでピボットシャフトも締め付けた状態です。これがですね、クリアランスがまあギリギリですね。こんな感じ、本当にギリギリ、ものすごいちょっとですけど、まあ、なんとかつきますね。なので反対側もつけてみます。反対側は簡単にはまりましたね。このサスペンションの長さの違うものを取り付ける際はやっぱりこれが役に立ちますね。ほんのちょっとタイヤを支えて欲しいっていう時には本当に役に立ちます。両方ともサスペンションの取り付けが完了しました。これで多分クロスカブ用の長さになっているので、足つきが変わっているかと思います。ちょっと乗ってみます。そうですね、間違ってますね。センタースタンドをかけた状態ではここを測っても意味がないんですよね。センスターでやってんだから。アホなことをしてしまった。超絶見づらい画角ですが、足元の変化です。天候が悪くてこんなになってます。映像の通りあまり差がないですが、またがっただけでは実際それほど変化は感じません。走り出したらまた印象が変わりそうです。さすがにこれだけではと思い、別の日にも撮影してみました。映像はクロスカブのリアサスです。それでも砂利道なので参考程度にしかなりませんね。一応またがった感じ、ちょっと高くなっているなという感覚はあります。硬さはその場でぴょんぴょんしてもぶっちゃけあまりわかりません。クロスのリアサスを一旦外します。ナットは回せますが外せません。なのでやはりマフラーを少しずらしてます。それでもちょっと引っかかる。ちょっと無理やり外す感じになっちゃいますね。せっかくなのでローダウンをしてみます。つくとは思うんですけど、まあどんな風になるのかな。相当短くなるな、これ今上に引っ掛けてるんですけど全然足らんな。4センチぐらいかな、なんとなく。ダメだ、ポンプもこれで限界。足りねえ。さすが短くなった分、勢いよくセンスタが戻るようになった。ちょっとびっくり。それはそうとして、かなり低くなったよ。今まで以上に両足ベッタベタ。スタンダードのオマルサスはやはり柔らかい。ちょうどシート高が70ですね。まあサイドスタンドの状態ですけど、左側に倒したシートの高さは70でした。ものすごくちっちゃいバイクになった感じがする。より小回りが効いてるような感じはするんですけど、まあ最初回転半径がちっちゃくなってるのかどうかは分かんないですけど、ただノーマルとかに比べると明らかになんかちっちゃいですね。ほんのちょっとの差なんですけど相当ちっちゃく感じます。ノーマルサスに戻して比較。絶妙な長さのノーマル、足つきもよく、自分のようなホビット族でも何ら問題なく乗れます。クロスカブのシートはやはり厚みと幅があるけど14インチにぴったり。ここでサイド比較。膝の曲がりの余裕は純正サスの方があります。クロスカブの方でも足はついてますがシート高は上がってますね。追加高さを試したくぴょんぴょんしちゃいます。ローダウン状態とも比較。後輪の上の隙間がだいぶ違いますね。ローダウンの純正サスはこの時点でも柔らかさが違います。車高を落としたいときはこの長さがいいかも。比較も終わったのでクロスのサスペンションをしっかり取り付けます。
この部分は意外と軽めのトルク。締め付けすぎてはいませんか？この状態だと72センチ。あんまり大差ないですね。まあちょっと規格があまりにもひどすぎるんで、下が砂利道だったり、かなり適当ですけど、極端な差はあんまり感じないかもしれないです。交換して乗っている第一印象としてはかなり高いですね、やっぱり。お尻の方が明らかに高いなっていうのが分かる乗り心地です。交換してものすごい思ったのが、ひらひら動けますね。今までのカブプロとは思えないぐらいひらひら走れます。ちょっと大げさですけど、例えるならオフロード車に乗ったような、そんなぐらいの変化を感じる。本当にお尻の方から車体を動かせる感じですね。すごいひらひらしてる。今までのリアサスペンションが古かったので、もう性能的に相当悪かったっていうのもあるかもしれないんですけど、それでもものすごい変化がありますね。すごい安定してたんですよね。どっしりした感じだったんですけど、今こう交換したクロスカブのリアサスペンションだとひらひらですね。停止した時の足つきなんですけど、まあこれはほとんど変わらないですね。なんせ14インチなんで、そこまで広い足つきにはなってないです。まあ、気持ちちょっと伸びたかなって感じですけど、まあ、立ちこけしそうとかフラフラするっていう感じには全くなってないです。一番すごいのはこんだけひらひら動く、ひらひら走るってことですね。タイヤを交換したわけじゃないんですけど、すごいひらひら、まるで17インチのスタンダードのように走れますね。まあ、それだけ重心が上がってるとも言えますね。よく言えばひらひらなんですけど、悪く言うと安定感がちょっとなくなったのかもしれない。でサスペンション自体はおそらく結構柔らかめだと思いますね。しっかりはしているんですけど柔らかめ。カブプロのに比べるとやや跳ねるかな。使い古した古いカブプロのリアサスと比べるのがどうかなとは思うんですけれど、まあ、2人乗りができるクロスカブ、ある程度砂利道みたいなところも走るっていう想定されているリアサスと、1人乗り専用の荷物しか乗せないよというカブプロの違いがある感じがしますね。長距離を走っていないのでわからないんですけど、これもしかして、もしかするとこのリアサスだけ交換しちゃうとお尻が痛くなるかもしれないですね。今この自分の乗っているカブプロはシートもちょうどクロスカブ JA45 のシートに交換しているので、まあ、ちょうどいいのかもしれないんですけど、 JA07 のノーマルシートとかだと余計お尻が痛くなるかもしれない。まあ、ここら辺はやっぱクロスカブのシート、クロスカブのリアサスっていうことで、そのダッシュごとのセッティングがメーカーによってちゃんとされてるんだなって思いますね。通常の走行状態ではかなりお尻に優しいんじゃないかなとは思います。本当にデコボコの道に行くとお尻は跳ねちゃうと思うな。まあそこはしょうがないとは思いますけど、本当に良くも悪くもクロスカブ仕様のリアサスペンションですね。カーブとかはどうかな。まあ、そんな攻めないですけど、これちょっと、もしかしたらもしかして攻めれそうだからついつい攻めちゃうけど、結構キャパオーバーしそうかもしれない。攻めようと思えばもっとグッといける感じするんですけど、あんまりタイヤがよろしくないと滑るかもしれないって思っちゃうような、やっぱりオフロードの車両にちょっと似てる感じの挙動ですね。もしかしたらカーブが攻めるのが面白くてついつい倒し気味になっちゃうかもしれないけど、まあ所詮カブなのであんまりやると危ないかもしれないです。ケツが滑るかも。それとこれはもっと長距離を乗らないとわからないんですけど、純正に比べてお尻の方を上げてるわけだから、ちょっとですねこれ肩とか腰にダメージが来る可能性はなきにしもあらず、その分ハンドルを上げるとかすれば、まあ、調整は効くんですけど、今のところ乗り心地はめちゃくちゃいいんですけどね。
サスペンションが生き返ってるっていう感じもしますんで、ただ今乗った感じだとカーブで調子に乗ると危ないかもしれないかなっていう印象ですね。まあ、しばらくはこれで走って乗ってみます。ダメだったら元に戻せばいいだけなので。というわけで純正有用のリアサス交換でしたが、クロス株のリアサスをカブプロに使うとひらひら走れる、シートが少し高くなる、乗り心地は結構良い、カーブを攻めれる、こんな結果になりました。軽快に走れるように感じたのはリアの荷重がフロントに移動した、その結果リアが軽く感じる、イコールヒラヒラとした挙動になる、だと思われます。同じくカーブで倒せるように感じたのも重心が上がり車体を倒しやすくなったということだと思います。合ってるか知りませんか、所詮素人のインプレです。気になる方はレッツ交換。元の車両のクロス株はしっかりオフテイストを取り込んだスーパー株だというのが体感できました。逆に株プロもまた同じく配達専用車両だと実感できます。たくさんある株ですが、用途に合った選択が可能になった現在、どの株を乗ろうかなという思考の悩みを味わえるのは今かもしれませんね。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。